待ってるからな。何これ。あの今なんか321って言っていただきましたけど、さっきの三脚しかない時間ありました。あったあったあった。俺はほんまに置き去りにされてたよ ね。なんか気がついてみれば、この2しか生き残ってない。え、バトルロワイヤルやったっけ俺ら。いやしかもね、そのまあ関係ないですよ、はいはい、関係ないですけど一番若い2人。いやそうね、確かにね。なんや言うてもね。そうですよ、それはね、うん、その おじさま素敵なおじさまとかいらっしゃるんですけど、はい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 、俺なんて既婚者に負けていくから、お願いします。僕けどガットさんに負けました。あ、ガットさんに負けんのか。で慰めてくれました、車の中でガットさん。ああいうとこモテんだろうなと思って。優しかった。はい、次の視線めくるせ、スキーを作らせないめくるせ、目線は見せる言葉でさえ麗しく思わせる、まとめぜ愛と空中を織り交ぜ、冷たくはしなさっぱりだぜ、人までもなく氷の道をまた忘れる通り落ちる、欲に落ちて顔見返しちゃう、囲らず刻まれる顔見しゃ、二度とお目にかかることはない、捨てるまはせる like a movie show、 キスのプリンスキルスで狙いさで目直線に勝つぞ、夢に描く至極の勝つぞ、元気な二人で映画が向かう。さあということで、ラブラブペア3組で実践していくと、はい、いやなりましてね。いやなんかね、なんか2人ぐらいねおじさんたちがなんかピーピー言ってましたけど。あれ今日いました。いやなんかわかんないね、なんかめちゃくちゃ暴言入ってました。とりあえずですね、はい、この3組で楽しく打つのは打つんですが、はい、さらなるご褒美があると。え、太っ腹ですな。さだま、まあ、さまなのか、まいなのか、ちょっとわかんない、はい、その前方合わせて、それで1位なると、はい、え、もしかして、はい、皆さん、覚えてますね、これ。われわれは知ってるんですよ、はい、先ほど言ったギラナリゾートさんの、うん、こちらは料金 100% オフ。おー、ただただでございます、これもう最大2名、つまり今から2人で戻れます。おー、あそこにいいですね。そしてもう1個、こちら 50%。 なるほど、これも1位に両方上げちゃうってこと。おー、150%オフ。だから150%オフってことは、お金もらえる、 50% もらえます。そうではないですけどね、はい、でこれもカップルに渡すから好きにしていいよ。振り分けは、はい、だからもう残りの2人のことはもう今日忘れて、そうですね、頑張ってここで戦うと。はい、頑張りましょう。いいんじゃないですかそれで、はい、うん、じゃあなんかね、でも見てる方どう思うか分かんないですけど、デブファイブというよりはね、うん、ラブラブ3カップルで、あ、熱々のラブ3、いいじゃないですか、たまにはね。ラブ3、ラブ3、ラブ3、ダッサーラブ3。ルールとしては2人一緒ですよ、バラバラで歌わないでくださいよ。はい、いや、それはあなたたち。エラーさせるでしょ。エラーさせる、バラバラで、あの聞いたらマジで本当打ったことないらしいんで、ああ、俺もまだどうなるか分かんない。勝ちたいけど、はい、どうしていいのかまだ分かんない。ビギナーズラックね、うん、明日じゃあ、なんかすげーエグい台打します。お任せてください。じゃあそれでは、ラブ3の実戦ご覧ください、はい、そして多分どっかでデブ2の実戦も見れると思います。それを楽しんでもらえたら、実戦開始です。すごいぶっちゃけていいですか、はいはい、第一印象、まあ、こんなの聞いたんですけど、はい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 、2人が一番多かったぞ。ちょっと待ってください、ちょっとまあ、どう映ってもいいですわ、僕に入れた2人誰ですか。おい、キモいの。やっぱあそこで見えた人間性みたいな勝負で僕ら負けたってことですね。まあそうよね、だからその、うん、一番嫌な負け方ちゃう。そうです、その、うん、カメラの前では僕ら人気だったけど、うん、会ってみたら大したことね。意外とほんまに嫌なやつだと思われたから、うん、話もつまんねえし、うん、二人きりになってもしょうもないことしか喋らんし、あのモックのこと責めたけどさ、はい、俺もパチスロの話してたわ。今言うのずるいっすよ。俺もサミートロフィーの出現率の話してたわ。で1がもう銅は出ますよみたいな、で銅はいっぱい出ますみたいなシステム、で2つ目が設定が4なんやったら、銅銀金がそのこう均等に出ますよみたいなやつで、あれあかんかったんかな。いやまあそう、刺さらんかったみたいね。そう、まあ僕はなんか振られて当然な見た目ですけど、はい、やっぱ俺二郎さんに振られてほしくないっすよ。俺さだって、うん、お気に入ったデブやん。しかも、うん、その一番その人間に近いんですよね。で、はい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 、行く方がたまたま秋山さん好きだったんじゃないですか。
すれ違っただけかな。はい、そうです。元気出してください。僕とは違います。二郎さんはこうなった以上さ、はい、俺らめちゃめちゃ勝とうぜ。もうっすね。で、うん、新規ファン獲得しましょう。取りに行こう。5人に2人で、うん、5万人獲得したら勝ちじゃないですか。全然ね。そうね。だからもうこのさあれよね、もっくんは視聴者でもいいってことよね。ねバカなんですか。ちなみにシレットつけてるけど、あの一応ね、やっぱガット石上、これがトレードマークなので、ないつものガットさんに。そう、いつものガットになった。あ、ただの石上がさっきで終わっちゃったから。あれかっこよかったのにな。やっぱ荒いやつ。外線、うん、一番好きですね。外線か。え、 6.5 にも外線あんのよ。マジ。でもこうでもさ、はい、見方変えると、はい、俺らだけの空間にできる。確かに。貸し切り？貸し切り、めっちゃ貸し切り。ね、これすごいわ。こういう地域あるもんね。やっぱ夢ある。うちらノリですからね。ノリうちで行きましょう。ね。運命共同体ですよ。共同体。さあ、ということで、どうしますか？どうしましょう。え、でも、超初心者だよね。超初心者です。もう本当にお初と言っていいくらい。なるほど。じゃあ、ちょっと、これめちゃくちゃいいんすよ。ほう。これしかも通常365ですよ。これめちゃめちゃいいんすよ、。でも俺横でこれ打たなきゃいけないってことですよね。ああ、まとまり。いや、これまマジで、これマジで、これめっちゃ、これマジめっちゃいいんすよ。だって400超えた時点で降格だしさ。うわ、マジかよ。でもダメっすもんね。わかんない。いや、多分ね、僕の実践動画で初めてです。お、秋山がこんな期待しを歯食いしばって捨てたってのは初めてです。じゃあここにしましょう。はい。カメラマンさんが撮りやすそうで邪魔にならないところ。はい。何にしましょうかね。何にしましょう。もう新ホギア行きますか。はい。じゃあ新ホギアにします。俺らは誰かと誰かが戦う台打とうぜ。はい。やっぱ争いみたいもん。やっぱあの、バキとかどうすか。あ、バキとかでもいい。バキ打ちません。あ、誰かと誰かが戦うやつ打ちてな、はい、どうすか。もうバキ行きません。ええよ。なんか他のメンバーがどんな感じでパチスロデートするのか、はい、見たい気持ちもありますけど、すごい楽しそうだったら心折れちゃいそうです。そうね、気にはなるけど、はい、やっぱ覗いたらあかんあれな気もするね。ちょうど当たったところでハイタッチとかされたらもう崩れちゃいます。これまあ番組とはいえですよ。はいはい。すごくショックです。これも、うん、傷ついてます。そのスポーツとかって例えば今サッカー、はい、FIFA ランクとかあるじゃないですか。はいはいはい、はい。まあ、それってまあその普段の生活を差し置いてそのサッカーやって、はい、みんなでそのランキング目指すみたいな。はいはいはい。なんか普通に人間としての順位つけられた気分で。え、言っとくけど、はい、DB ランク、はい、最下位はもっくんやで。俺4位やで。なんでですか。一緒じゃないですか。あ、いや違う。同率4位です。それはもうなんていうんやろう、はい、ジローさんちょっと終わったんで写真撮っていいですかってやっぱ言われたし俺。あ、僕も撮りましたよ。ツーショットナナリーさんですよね。はい、僕も撮りましたよ。でもやっぱ女の顔してた。あ、マジですか、うん、俺だけしてなかったっす。あの業務的な顔しました。見にくいか。俺らさすがに見にくいから、ここで争うわ。マジで、うん、ここついてカメラ回ってないところで、うん、僕本当はナナリーさん行こうと思ったんすよってガチな感じで言ったんすけど、はいはいはい、ダサいじゃないですかその時点で、はいはいはい、だけど私二郎さん一択なんでって言われました。ドベもドベです僕。はあ。でも俺はむしろナナリーさんは、はい、もっくんかロギーさんがいいんかなと思ってちゃってた。だって最初の第一声、うん、ね、太ってる人が好きみたいな言ってたじゃないですか、ね、寝てる時に起きちゃうの座ってんの可愛いみたいな。太ってれば太ってるほどぐらいのね言い方だったもん ね。そんな騙されちゃうから。そんな言い方されたらデブはコロッといくから、うん、すぐ転がるから。俺既婚者と直対負けてっからさ。はいはい、はい、そこはね、そのまあ本心で言ったことはすごいいいことだと思うんですけど、はいはいはい、やっぱその背景の家族とか浮かぶと思うんですよね。そうなんよ。これ
日本コスタリカより鉄板よさすがにそしたらまさか俺あれ秋山さん勝つと思わなかったっすわ。いや俺もえもう内心あの手の感触くるだろうと思ってた正直さすがに秋山さんまあ2人ともダメですってパターンは、うん、あるかなと思ったけど。あれカスタム入れました？レバブルだけ。おいいですね。普段あんまパチンコ打たないですか？パチンコよりスロットの方が多いですね。もともとこの業界入る前から結構パチンコパチトラ打ってたんですか？打ってました、打っててやっぱり覚えたてだし、はいはいはい、わかんないんですよ。で負けるんですよ、はいはいはい、でこれはいかんと思って、はい、やっぱお金も時間もかかることだから、そうすな、なんかそのこれをうまく活かせないかと、あじゃあこれ仕事で打てれば一番いいんじゃないいや、しかもね、あの間近でいっぱい見て勉強もできて、はい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 、って思ってそれでこの業界にレバブルしてる早い早いやば早い。もちろんカスタム入れてるんですよ、ね、もちろん入れてます。他は入れてるんですか？先読みアップ入れてたんだけど、ただこれ新規入賞保留なんで、新規入賞保留だと先読み出ないんで。やべえレバブル、これここレバブル待ちですもん、うん、まあこれリーチにはいくんだけど数字大事、7点とかなんねえかな。あー4か、これはもういただいたぞ。本当に私も後に届けたい。まあでもおいおはい、やー1000円やっぱシフォギアめっちゃ相性いいんだ。やっぱ強いわ。これラッシュ入れないと。お願いします。行かせていただきます。やっぱりいいとこ見せないといけないですから。さあこの後フリーズするか、フリーズあーしない。なんで最終決戦です。あーオールクリスだったら当たりだったんだけどな、翼が入っちゃった。わあ絶勝入った。うわマジでこんなうまいことある？うまい、めっちゃうまい。まあまあまあ、はい、オッケーオッケー、完璧カラーです。うますぎません？いただきます。おいしょー、よかった。いや女子とハイタッチしたのいつぶりでしたっけ今日すごいいい日だな。俺今日なんか勝手にカレンダーで自分の記念日なんかつけようかな。あーストックしてる、すげえ。安心の V ストック、やば、キアナリゾート行けますね。いけますかね。いけるでしょう。だって相手はなんかね、ずっと迷子になってたペアと何も分かってない、何も分からない。パチンコってお金なきゃ打てないんですかって聞いてきたからね今日ハリーちゃん。これとりあえずここが光るまでは押していけばいい。バー狙ってほしいです。バーを狙う、はい、でここが光ったら7を揃えて、そう7を狙えばいい。それ以外はトントントンとおっしゃっていいです。トントントン、バーさえ狙ってれば、はい、お願いします。頑張りましょう。頑張ります、もうこんな短時間勝負なんて運ですから、設定関係ない、はい、確率より1回でも多くビッグ引けばプラスですから。はい、まあでも20歳だもんね。未経験すぎて本当に申し訳ない。いやいや全然で、よく言うビギナーズラックみたいなものを発揮していただければ。頑張ります、うん、おめでとう。いやいや、ビギナーズラックどころじゃない、早っ。何ですかこれ。ビッグボーナスです、おめでとうございます。3ゲームくらい、いや違うわ、460だから2ゲームしか回せない、おめでとう。やったこれ。どうなるんですか？あ、もうあとはボタンを押してここ？そう、ボタンを押して適当に打つだけです。はい、勝手に揃います。はい、いや、本当よかった。ペルソナとか打ってとか言わなくてよかった
あの今のは生入りというやつで、そのあれ第3停止までに7揃ってなかったら光るんですよ、当たったよって。でも今はもうそ狙って揃っちゃったっていうだけで、あ、やっと、はい、ラッキーってことですね。まあそうですね、まあよくわかんないですけど、とにかくすげえラッキーです。やったー狙わないでバー狙ってチェリーこぼすからわかんない。いやでもやっぱこれ聞いとこうかな、なぜ二郎さんじゃなくて秋山だったのかっていうね。これも見てる視聴者さんも頭の上に疑問しか浮かんでないんでね。そうかもしれないですね、まず、まあ、外見のこともありますし、はい、まあもうそういうのいろんな要素がありますけど全部取っ払って俺既婚者だしね、はい、うん、まあ、こうなった以上俺もやっぱちゃんと腹決めますよ、はい、嫁と市役所に行く準備はもうそれはね、うん、そうですね、はい、顔的には二郎さんがタイプなんですが、なるほどなるほど、第一印象は二郎さんだったんですよ。なるほど。でまああのプレゼントの下りになりまして、やっぱサボンはダメですよ。えちょ待って、え物のサボン欲しかったあちょっとぶっちゃけねえ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 、ちょっとなんか変な暗雲立ち込めてません今あれ、ね、えサボンが欲しかったです。えちょっともうなんだろう、わかんないわかんない、俺もどこまでどういう言い方してるのかわかんないけど、嫌われるよでサボンあげるからジローさんと並んで打ったらええやろがただこれだけやけど、ジローさんもそんな女嫌だよって言うしいやだってデブは全員本気で望んでるわけよ。おう、そうですよね。物物全女子が欲しいじゃないですかサボンは。まあ確かに物で釣ろうっていう考えがなかったわけではないよ。ありましたよね。なかったわけではないけど、だってあんだけセンスいいものを持ってくるのはそういうことじゃないですか。いやだからなかったわけじゃないけど、じゃあ言っちゃダメだよね物でしたって今結果物だったんすよつって、めっちゃ嫌な女になってる。えなんかあやった今自分の好感度上げる要素1個でもあった今の話の中に。いやでもサボンはセンスいいですさすがに。いや違うねやっぱセンス。おお当たった、お当たってしまいました。すごい、残念ながら当たった、祝福です。使いは、4000円です。安いですね。ビッグボーナス食らったな。いやーよ、今までは全部嘘なんで、僕は本当妻が好きでねあ本当に宮古島で結婚式やったんですよ。素敵。まあ、パチテレの番組でやってるんですけど、じゃあ私のおかげで改めて家族の大切さが、そうだね、分かりましたね。家族の大切さ と、 女の怖さ、うん、女の怖さずるさその辺全部見えましたね何があかんかったんかな、ね、ちょっと配信見たいっすね、うん、なんかボロクソ言われててほしい。わそのこの後の人生に生かせるんで。なるほどね、はい、ポジティブやね。まあまあじゃないとねこの体型でそこまで生きてないっすよ。相乗りとか昔見てるときに、うん、お前もっとこうしろよとか、あったね、ヒデお前何してんだヒデとか、あヒデ懐かしいなずっとおったなあいつ、ほんで何カ国語も喋れるようになって変えてたから懐かしい。やっぱやってみるとむずいというか、女性を前に話すことがむずかった、まあね、なんかその女性と喋ってますっていうのを誰かに聞かれるっていうのが、そうなんですよ、はずいよね。しかもこれデジタルタトゥーですよ、一生残るんですよ。いや残るよこれ。誰が一番お似合いかな。僕ね、うん、ガット山崎響。いや俺も思った俺そこ一番お似合いやなと思った。俺マジで付き合うんじゃないかなと思ってます。なんかガットさんの俺についてこいみたいな感じと、いや意外とね、ね、うん、ではいみたいな、あの感じでついてくみたいな、はい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 、なんかちょっと見た目派手やけれども山崎響さんも
そうじゃなくてやっぱその男といる時の顔になってたやん。マジで本当にあのえなんか不思議すごいなと思った。うん。俺2枚目いっちゃうの。早っ。そう早いのよ。ソロ。いや出しちゃいいんでしょ。出しちゃ。出して。出しちゃ。中に出して。だってあもうなんかまあ中おっしゃってる。中じゃなくて外に出さなきゃいけないんだからこれは。あそっかそっか。早くちゃんと外に出して。言うなって改まって言うなって。2枚目いきます。はい。どっちですか。いや俺どっちなんだろう。あんま意識したことない。でも俺も M だと思ってるんだけどね。なんかガットさんは普段優しいから夜はめっちゃノイズなのかと思ってました。いやでも別にあその時その時じゃない。あ、うん、そ合わせられる、うん、合わせられると思うよ別に。まあ確かに私もどっちも基本 M だけどどっちもいけるな多分。どっちもいけるな多分。 S になる。うん、お酒飲んだ S ってなりますね。あお酒で変わる感じの。そうそうそう、解放されます。解放されるんだ。じゃあ今じゃあまだなんかあのくっついてる状態なんだ。そうですよ、まだ今皮かぶってます。皮かぶってる状態なの。俺と変わんねえよ。そうだ、メモメモメモすんなって。メモメモメモすんなって。結構えぐいですよ。あ、なんかゼロゼロ。あ、それでゼロ最後までずっと続けば、はい、さっきのこれに入る。これ、なるほどなるほど。来そう。もう一回ぐらい来れば。お、これはいったでしょう。オッケー。じゃあ10ゲーム間でリプレイとか4回ぐらい引けばつく。よし、今日魚座1位なんですよ。あ、魚座なんだ。魚座です。いける。おー、 M、 ド M の M。 ド M の M って。あ、そういうのがポンポン出てくるわけね。あ、そうか、ね、C は何。 C はあ、絶対言うと思った。絶対言うと思ったから振っちゃった。H は。H はそのまま。あ、そのままか。いや、H の H。うん。もうまさに山崎響のためにある台だねこれ。本当だ。J は。J は。J はまあジュニアですね。あ、息子ってことね。そうそうそう。なるほどなるほど。あ、私も2個か。おおお。お。いいんじゃない。おお、すごいすごい。あともう1個引ければ。あ。もう一個つくんじゃないかこれ。お、あ、ラッキー。でそこのチャンスゾーンで当たれば晴れて AT です。マジっすか。入れます。これがチャンス。あ、 EX。 メンバー全員集まった時点でゲーム数が残ってる場合 EX へ突入。 EX で子役揃いでカウント減算を行い、カウントがゼロになれば AT 確定。えだからここでまた今残り何ゲームだ。ゼロ。あ、ゼロか。じゃあこれしかないけどここでなんか子役引ければ OK みたいな。いきますじゃん。はい、いいんじゃない？おお、いいじゃない？これでこれでカウントが1個減るらしいから。なるほど。あ、でゼロになればいい。ゼロになれば、OK。なるほどなるほど。でこれがチャンスゾーン。こっから。いや、持ってるとこ見つけてくださいよ。よっしゃー、今までの逆まんまよここで。4。それを。それどんどんカウントダウンすればいいわけね。なるほどなるほど。え、全然減らないよ。 おなんか減りそう。減りそう。あ、3。なるほどなるほど。あー、なるほどね。あー、やばい。おおお、こんなん減るやん。これは減るぞ。おお、あと2。いけー。あー、頑張れー。頼む。頑張れー。いけるぞ。あの、気にしなくていいよ。ここよ。あ、いける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 。あと1。あと1、あと1。大丈夫大丈夫。あと1よ。いけるいける。あと1、あの、右見なくていいから。あ、いったんじゃんこれ。あ、惜しい。これで、まだ、あ、オッケーオッケーオッケー。まだ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 大丈夫。まだ大丈夫。え？あ、そろそろおもんないことに気づいたでしょ。ガットさんってあんまりだなって気づいたでしょ。おい、そう、はい、でも、はい、めるし、あの、得た情報は、はい、早漏で、はい、方形らしいです。うわぁ、はい、早漏、ガットさんは早漏で方形らしい。言わんでってお前ら来るとこ間違えただろう。来るところ間違えただろう。え、それでもやっぱガットさんがいいですか。まあちょっとまだ大きさわかんないんで、ちょっと。あー、なるほどなるほど。大きさそれはどっちがダメなんですか。ソーローなんかダメなんですか。方形なんかダメなんですか。方形ですね、どっちかって。あー、なるほどなるほどなるほど。全然どえらい女と売ってんな。何の話しとんねん。その短い時間で。
めっちゃね。いやもういや俺もわかんないよそれは。なんて呼び合ってるんですか。なんか呼び名決めた方がいいんじゃないですか。うちらもあだ名決めます。まあ確かにそうね。ちなみにガットさんって呼ぶのはダメで、ガットさんってこれのことなんで。あ、そうなんですよ、はい、そうなんですよ。ヘルメットがガットさんなんで、まあ、これガルとガットでしがみっていうね。そうなんだ。そうえ、じゃあ下の名前何でしたっけ。俺言ってないのよこれ。そうですよね。そう、健康診断は石神まででしたよ、ね、え、ここで発表すんだ。気になる気になる。たっ、ガットさんの下の名前、たっしいです。だって名前、下の名前で引かれるとわけわかんないから。違う違う違う。たっちゃんとかどうですか。たっちゃんですか。たっちゃんいいっすね。たっちゃん。なんて呼ばれたいっすか。ひびちゃん。ひびちゃん。わ、いいなぁ。お前、帰れよ。ちょっと呼び合ってくださいよ。たっちゃん。ひびちゃん。確かに1万円だけ使うとかにしとけばよかったね。あ、そしたら。確かに。そういう縛りにすればよかったか。今いくらですか。今1万4千円。お、じゃあどうしようか。1万、今私1万1000円。1万1000円。じゃあ俺これなくなったらやめるから、それなくなったらやめる。そうしましょう。当たった。え、嘘。当たったわ。え、なんか分かる分かる、当たった急に。え、なんかそんなあった。なんか何もなかったよマジで。何が起きたのこれ。え、ごめん、俺絶頂とか何も見てなかったけど当たったわ。ナイス。よし、やった、当たった、当たった。さすが。あのね、疫病が見なくなったから。その瞬間でしたもんね。その瞬間、その瞬間。さすが。うわ、ラッキー。これで2人分の投資だから1000枚ぐらいを出したいね。うんうん。これまだ流れてないか。まだ流れてない。ここでストップ欲しいんだけどな。さあ、ラストでございます。残念、ここでストックがなしの状態でスタートですね、うん、キラキラで、曲が 何なのか、うん、プラディアート、マリオネット60。出た出た出た、これ。お、これはね、止まるんだけどなんだよね。これがレベルがマックスまでいけば次回ストック時代、次回ストックがあるよっていう。でこれなんかね、赤まで行っても全然外れるから、なんか強いんだか弱いんだかってのはちょっとわからん。おお、だって今20ゲームぐらい多分何も増えてないね。ずっと100何枚っていうストックしてるかな。あるといいけどね。さあ、ラストです。これでアンコールタイム。ここでアンコールが成功すればいくと。なるほど。6、5、4。あ、赤いな、なんか今。ダメなのか。これ赤いのってデフォルトなのかな。カウントダウン赤だもんね、うん、2セット目くらい欲しいよな。さあ、ラスト。え、終わりこれで。え、本当に。しかもなんかこれ示唆なかったでしたっけ。いや、これあったっけ。ちょっと見てみようか。ヒムロ、松井だから偶数示唆。偶数示唆。160枚しか出てない今のところ。そう。じゃあ出るやついくか。出るやついこう。リゼロか。リゼロか。ユニコーンか。オッケーオッケーオッケー。いや、でも誰が来るかドキドキでしたね、我々は今日。相当緊張してましたよ。本当ですか。はい、もうだってね、初見でもう下手したらお断りされるような面々が集まってるわけで。男性陣だけの時どんなこと話す。今日は、まあ、誰行くとかはいろいろ男の中でもありました。あ、なるほど。みんなで作戦というか、腹の探り合い。結構最後の最後まで分かんなかったですもんね。そうなんですよ。お互い、お、俺バブル本音は隠してたから、だから誰が誰か分かんなかったんです。あ、本当に。じゃあそういう感じだったんです。こっちもブルブル来て。おお。え、アニメ好きですか。大好きです。おお。大好き。いいですね。アニメも漫画も大好きです。あ、もう気が合うな。何
がお好きなんですか？僕アニメも漫画もだ全部好きですし、アニメだったら、一番好きなのはもう結構前にやってた東のエデンってやつが好きで、あれ好きなんだ。一番なんですね。うん、割とあれ結構オアシスがさ、はいはい、歌ってるじゃない。オアシスも好きだったから。あ、なるほど。それもあって。どっちもね。まあでもどうだろう。結構すぐ泣くんで。あ、じゃあ感動する系。感動する系も泣いちゃう。だからあれか、バイオレットエヴァーガーデンとかは死ぬほど泣いた。なんだろうな、泣いた系。ちなみにおすすめなんですか？泣ける系ですか？いや、全然何でもいい。オールジャンルいい。シュタゲとか好きなんですけど。シュタインズゲート。うん。でもさっきハンターハンターお好きだって言ってたじゃないですか。ハンターハンターも好き。やっぱね、キメラアント編が、いやー、たまんないね。あれは泣く。そういうなんか知らないのを知れるのは楽しいから。いいですよね。漫画もっと教えてほしい。面白いの。なんかいいのがあったらじゃあ教えてください。教えてください。はい、今最終回転まで行っちゃったんですけど、レバブルしました。素晴らしい。ただ引くほどさ、あの4ラウンド引いてんだけど、いい加減してくれない？偏ってます。ちょっと10ラウンドください。お願いします。じゃあさっき言ってた、知らないことを知れる、知らないものをその教えてくれる人って私もすごい魅力的なんですよ。やっぱ自分が体験したことないとかを。はい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 。どういう風俗行ってるんですか？やっぱ行ったことないんで。ああ、なるほど。そう、確かにね、知りたい。なるほど。ね、僕がよく行くのは、はい、まずホテル入るじゃないですか。あ、なるほどなるほど。まあデリヘル、デリヘルとあんま言っていいのか分かんない。大丈夫だと思う。まあその呼ぶ系なんです。はい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 。呼びました。で、女の子来たらまず最初基本的にはお金を払ってとか、コースの説明とかがやるんですけど、それを全部吹っ飛ばして、あの部屋入ってきたらすぐ始められるっていう。あ。のがあるんです。即プレイっていうのがあるんです。なるほどね。でも確かに最初にお金払ったらその時点で一回賢者タイム来ちゃいますもんね。そう、なんか冷静になっちゃうじゃん。なるほどなるほど、うん、それがないように。そう、先にもお店でお金払ってるから、で、なるほどですね。俺あんま言ってるか分かんないけど、女の子は来るまで、全裸できるんです。お店からホテルまで、あの全裸にコート着て、女の子がっていうお店で、もうじゃあこんにちはって入ったらもうパパーっていう。出会って5秒でじゃん。そう。やめなさい、やめなさい。ファンザ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 案件ファンザ案件だよ。やめなさい。それ例えば万が一お願いした女の子がこんにちは、こんにちはって開けて、はいはい、あれちょっと違ったかなと思っても、はい、やっぱそこはもう出会って5秒の勢い。いや、もう僕はあのチェンジしないで有名なんで。せっかく、ね、来ていただいたと、いうとこ。あ、なんか肉塊来ました。肉塊が。え、何状況わかんない。え、もうラッシュ入れて連チャンしてるから、ちょっと黙っててもらっていいですか？僕が一番ロギーさんのこと好きってとこ見せますんで。あ、俺の取り合いだった。アンジュさんの取り合いじゃなくて俺の取り合いだった。僕が一番ロギーさんのこと好きですから。あ、そういうこと。ちょっと複雑。見ててくださいよ。怖い怖いか、こっちこっちこっち。頼むぞ、いけ。おいおい、いけ、帰れ。何余計なことしてくれてんすか。ちょっと今めっちゃカズキ君頑張ってたのに。そうだよ。なんでカズキ君、カズキ君めっちゃ頑張ってたのに。なんて言われ方してんねん。いくら払ったんすか。レバブルした。すごいすごい。当たった、ね、いや俺ね、いや俺だけど、なんかカズキ君一人で楽しんでるじゃないですか。違うよ、今違う。ちゃんとアンジュの分も酒に出してくれた。そう、ノリだから。へぇ、バイバイ。絶好調ですね。そうっすな。すごい。もう今6000発超えました。うおー、これはもうキアナリゾートいつ行きます？いつ行こう、いつ行きます？今日この後とかでもいいのかな。あ、この後、この後行けちゃ、この後行けちゃいます？なんだったらスレパチデートなんか嫌だしみたいなところだよね。その言葉もわかんないですけど、ね、
スレパチって言葉も分かんないもんね。分かんないんですよ。デートだったら水族館の方がいいよね。そうですね、イルミネーションとか。さっきからちょくちょく2枚掛けしてるけどやめて。3枚入れてちゃんと。バレました。できないって言っとけば大丈夫。おう、あ、やだー。1枚で、1枚で、1枚、1枚入れて、1枚、そう、1枚でレバーと。ここ、そうそうそう、7を揃えましょう。お、プレミアです。ビッグです。イエーイ。なんでできるんですか？19年やってるから。すごい。あなたが生きてきたぐらい俺パチスロにしてるから。すごすぎる。どんどん。どこが一番見やすい？7。真ん中。じゃ真ん中にしてみようか。はい。すごい。よかった。俺こんなずるいパチスロ番組初めてなんだよ。どういう気持ちでやっていいのか分かんないんだよ。まだパチスロな、打ったことないのに打ったことあるって嘘つけねえもんな。そうなんですよ、絶対無理じゃないですか。そう、打ち方見たら分かるからね。絶対に無理だなと思って 2,3 回練習重ねた程度じゃん。よろしいですか？はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。あのジャグラーがピカルかどうかであんな喜んでくれるのは嬉しい。これは嬉しい、ね。なんでわかるんですか、ピカルか。いやだ、ほらチェリーが続いてるでしょ。ほらバー揃ってるでしょこれ。ああ、そういうことか。はい、そうなんですよ。あ、びっくりした。マジで、マジで勝てんじゃん。マジで勝てんじゃん。やったー。な、何のようだ。なんかジャグラーで分かんないことありました、教えますよ、なんでも。はずきさん、はずきさん、僕めちゃめちゃ詳しいです。あ、僕ジローさんの次に詳しいです。あの、まあ、じゃあ来たからにはちゃんと言うけど、はい、今からちゃんと言いますね。はい、僕も実はそっちでした。え、僕も皆さんと同じポジションにいるべきでした。どういうことですか？一応今言われたんですけど、はい、サボンが欲しかったんです。うわー、わー、悪い女。うわー、ちょっと待ってください、悪いコータルて、月なだけコータル、そんなの。本当ですか？しかも二郎さんがずっと良かったんですけど、サボンが欲しかったんで二郎さんじゃなくて俺選んだんで。なんちゅうことしてんねん。二郎さんが良かったっつっても7500円のサボンには勝てないんです。ちょっと俺もだから後で上で合流しますんで。わ、はい、かりました。なんか横に女の子いるのに傷ついてたんですね。そうです、すいません、なんか本当にあのさっきごめんね。あ、優しなってる、はい、仲間ですね。かわいそう。でもなんかパッと見はさ、はい、ガットさんのところがすげえうまくいきそうな、いってそうな感じだったけど。はい、そうですね。思ったよりロギーさんとかやったね。確かに、なんかね、ガットさんやっぱね、うん、ヘルメットつけてない時のガットさんの方がおもろいんですよ。ああ、そうね。はい、なんかちょっとなよなよしかったもんね。なんか俺が石神だみたいな感じだったじゃないですか、めっちゃ前時に。はい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 、あのガットさん男らしいなと思って。だけどなんかさっきモジモジしてましたもん。え、棒を打ちながらモジモジしてた。棒を打ちながら全然ロックじゃないやん。で、新ホギア打ってるロギーさんの方がちょっとなんか、うん、男らしかったっすね。そうね、だけど旗から見たらパパ活ですけどね。めちゃめちゃ綺麗な人が、はい、ほんともっくんのこと世界で一番好きですと。マジですか？それが、うん、まあけどもっくんは好きなんですよね、もがわじゃなくて。もちろんもっくんも好きなんですよね。だからそのもっくんのこと大好きなんで、はい、今後もっとあなたのこと知りたいですと。はいはいはい。で、手紙渡されて、はい、よかったら連絡くれませんかっつって、メールアドレス載ってたらどうする？いや、とりあえず現場に何回か。あ、入った。あ、これ319引いてます。はい、319引いてます。ああ、それで、バキチャージか喧嘩かどっちかです。バカじゃないですか。え、珍しい。はい、マジで珍しいです。これ大体出玉しか出ない確認範囲のやつで終わるんですけど、この時点で小当たり取ってて 51% でラッシュチャレンジです、今から。へ、え、勝てばラッシュ。そうです。で、エピソードが3つあって、うん、
これが真ん中の鍛え度のやつで、このあと連打か一撃、はいはいはい、一撃の方が熱いです。赤ボタンだったら確定です。ボタンのジャッジでこれ入ったらとんでもないですよ。あの演出でこうあたりすげえな。頼む。これバキが勝ちゃいいのよね。そうですそうです、ユージの倒しゃいいのね。はい、頼む。いけます、連打か。いけますいけます。頼む来い。わわわ、おいおいおい、今の一番期待度低いですよ、はい、すげえ。ほら一個かかってこい。喧嘩しろ喧嘩。おい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 、いやすげえ右打ちで、すげえ。これで5回転で 3.2 分の1です。5回転で 3.2 分の1、はい、引けるそんなもん。 80% で1350発です。投資155です。ありがとうございます。万発出します。でプラマイゼロね。10分で出ます。さすがリーダー、任してくれ任してくれ。助かる。あの僕カズキ。じゃあカズキくんとこ。ああ、いいですね。あ、ありがとうございます。だ結構俺のこと知ってる人からは、友達からはナメダルさんって呼ばれたり。僕何持ってたんだっけ。入浴剤です。ソープフラワーです。あ、じゃあ山崎響さん的にも、はい、ガッツさんと泡風呂入るときに使ったりみたいなこともあるわけよね。あ、まあけど3人で混浴してるみたいなもんですからね、それ。僕も含め気色悪い。それは気色悪いやろ。いいんじゃない。だからその化粧濃いときは山崎響やってて、はい、そうじゃないときは普段の自分みたいな。なるほど。そうだから、ヘルメットかぶってるのがガッツ石神で、脱いだら石神みたいな。とりあえず一回全裸になってコート着て部屋から出て、また入ってきてほしいかな。いや、お前それ金払ってやるやつだよ。いつもと変わんないよ。あ、いいね、飲み方これいいよね。で、これが何回転これなりで、おー、ポチかよ。え、2回転とも当たってます。あそこで握った手のぬくもりはまだ忘れてないです。よろしくお願いします。なので、今後とも一緒にぶっ飛んでいきましょう。よろしくお願いします。もう俺ら、あれかもね、元のデブ5には戻れんかもね。